どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。1953年からアメリカで発売されているお菓子を紹介したいと思います。それはこちらです。ピープスマシュマロの紹介です。アメリカのお菓子ピープスマシュマロ、アヒルの形をしたマシュマロです。可愛いパッケージになってあります。10個のマシュマロが入ってくるんですね。後ろはこういう感じです。値段は3ドルぐらいでした。日本円で340円ぐらいです。他にもクリスマス版とかハロウィン版もねあります。こういう感じになってあります。砂糖がたくさんかかってあります。マシュマロの香りはそんなにしないです。それではいただきます。砂糖とマシュマロのコンビネーションがあって本当に美味しいです。ちょっと甘すぎなお菓子ですね。砂糖がちょっとかけすぎです。でも結構美味しいし懐かしい味がします。マシュマロの方も柔らかい。何回食べても飽きないですね。素晴らしいマシュマロです。点数は95点にしたいと思います。マシュマロとかは結構好きですけど、砂糖がちょっと多めにかかってあって甘すぎですね。甘さのバランスをね調節した方がいいと思います。でも柔らかいし食べやすい。一番好きだったのは食感でした。こちらおすすめします。もし見たら買ってみてください。ピープスマシュマロの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。